こんにちは、カモミヨシです、今回の試合は、軽いフライ級でデミトリアス・ジョンソン対イアン・マッコールと、まあ、僕がイアン・マッコールを操作しますけども、まあ、実際にあった UFC の試合を再現するということでやっていきたいんですが、まず、敵のですねデミトリアス・ジョンソン選手は、UFC のフライ級の王者、フライ級ですからね、電光石火のパンチ、まあ、相当速いんだと思いますけど、あと耐久力がすごいということですが、このチャンピオンにどうやって対抗しようかという感じですけども、はい、速そうですね。はい、入ってきました。なんか入場も速いスピードで入ってきてますね。はい、で僕の使うイアン・マッコールの入場です。入ってきました。はい、カンフー黒帯だそうです。そして少年時代はギャングだったというふうに語っておりますが、あとブラジリアン柔術も受けるようですね。はい、このカンフーをどうやって使っていくかというところで、まあ、とにかく体重がね軽いところが楽しいところなので、速いスピードを心がけていきたいと思います。さあどんな感じなんでしょうか。うわ、背低い、165センチですよ。2人とも僕より背低いですね。ではいきます。いきますよ。ちょっとリーチが心配だな。おい、パンチ速い、猛烈にワンツーが速い。お、ローキック、うん、パンチからローが速いかな。よしよしよし、この展開はいいですね。まあ、カンフー的な技は今のところ特にないですけど、むしろ向こうの方がなんか、キラキラキラ、おーっと、やべやべ、いやー食らった。ちょっとスタミナ切れましたので、ちょっと逃げます。おっと、来た、来ました、ハイキックが入りました。勝ちました。これはすごい、この膝からのハイキック。カンフーのキックでは特になかったんですけどね。はい、勝ちました。良かったと思います。もうこのハイキックで勝ってたって感じですね。はい、これからも楽しい試合を実況していきたいと思いますので、カモフヨシ YouTube チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。